はい、皆さんこんにちは、アチでございます。せんちゃんね、太鼓さんやっていきたいと思います。ね、勢力で、みよさんね、あ、みよさんがナンバー2なんだわ。どこにの、飯盛城っていうのは大阪かい大阪だね。まあいいや、この辺が飯盛城だったような気がするね。飯盛山ってありますもんね。あ、そうだ、結構でかいんだね。ちょっと三好さんことのほかね、いろんな三好さんに会えなかったので、一応まあこれだけやっていくか。あ、まただ。はい、ひぎ、天狗将ね。さあ来るかな。よいしょ。はい、こんな感じで、こんな感じかな。で、こんな感じで、こんな感じ。はいと、はい、今度こそ会えるかな。あ、会ったのかな前。お、あ、あ、会ってる、会ってる。ああ、診察しましょう。腕がしびれて、腕がしびれて、腕がしびれて、特効薬でどう。なんだこの薬は当たり前であろうと。あら、えら怒られちった。さあ、ナルトの門で、ナルトの町で、売っちゃいましょう、ね、売却ね。あら、愛が安い。こらしまった、ダメね。民家、目星のはいない。宿屋、ここにはいなかったかなと。あ、いなかったね。どこだったっけ、いたね、いたところは。最後の町はいなかったかな。座で、はい、売却ね。愛24ね、18巻からだから、まあ悪かないよね。で、すずりかな。あ、いや、みかんだね。やっぱ和歌山はみかんだよね。で、民家。あ、めぼしい人。あれ、ここいなかったっけ。はいはいはい、入った。あ、ここもいないね。で、酒場。はい、はい、酒飲みましょうか。切る口だね。あ、ドブロク。はい。10個で。はい。あー、鈴木さん、暴れん坊の鈴木さんいたわ。さあ、出ていきましょう。でね、ちょっと思ったの、この人。この人に対しては、あ、筒井さんじゃないわ。ここ、ここ。畠山さんね。この、あ、あららららら。あ、牽制だよ。はい。さあ、弟子にね、ちょっと会いに行きましょう。おお、お師匠様でございます。畠山さん。この人、大名だね。能力低いけどね、でもね、でも、あなたをね、あなたを、あなたを、帰りによるか。せっかく来たからね、お茶しましょう。いや、送り物は無理だわ。いいのしか受け取らないからね。同じ道を歩んでいたら、いやいやいや、やめて、ダメだよ、もう、もうダメだよ。さあ、あ、ちょっと待って、ここ。あ、どう、あ、一人しかいないの？ドートンさんしかいないか。強くしてあげないといけないね。となると、やっぱり、岡崎の、清須の町行こっか。まずね。で、玉三郎だって。民家ね、あ、ここたんまりいるんでね。あ、そうだ、そうだ、そうだ、かっちゃん。あ、かっちゃん、かつよりは不在かと。かっこいいこと言うね、本当に。あ、お茶しましょうか、せっかく来ちゃったからね、間違えてね。はい、じゃあね、浅野さん。おーっと、ね、じゃあ茶室に来ないかい。あ、来たね。さあ、畠山さん、あんた強くしてあげるよ。ちょっと私も野心がね、出てきましたよ。さあ、城に行って、はい、どうとね。よいしょ、はい、茶室に来てちょうだいと。はい、じゃあ行きましょうか。奈良の、あ、師匠のとこ行かないといけないね。よくよく考えたら、まあ、後にしましょう。はい、自宅ね。はい、と。茶室に行きましょう。
さあ、いけるかな。ハローワーク利休へようこそね。結構の手前でございました。浅野殿は乱の身でござったな。いい、行ってみましょう。高政、これも何かの縁と。浅野殿、召し抱えちゃいかがで。おお、これもまたどのような拙者もの。いいね。よし、行きましたよ。かっちゃんも連れて行こう。こうなったら。やっぱかっちゃん入れたいよね。ちょっとお待ちをね。ちょっとお待ちをね。なぜかというと、ここでまたあれやるんだよね。茶器を制作ね、いつものね。で、着紙だね。で、象牙。これを、よいしょ。これ誰？誰だろう？ゴロダヨさん、前回やったような気がするね。いや、ゴロダヨさんしないね。あ、この人もしながら、導入さん？ちょっと待ってね。はい。よいしょ。はい。はい、と、コピーね。貼り付けと。はい、貼り付けね。さあ、どれぐらいいくかな。ゼロ勝ち。ちょっと待って、また歩の問題がここで思い出しちゃった。あ、いったね。捨てます。はい、捨てましょう。で、畳まないわね。さあ、これ、もう、あとまあまあ、結婚はあるんだけど、これあれだね、面白くなってきちゃった。人増やして、強くさせてね、で、一箇所ぶち抜けるような感じにしてあげたらいいんじゃない？物品売却じゃなくて何番物買うん、どれですかと。お、これ何？お、これは宝石箱というものね。お、価値5あるわ。しかも今なんか上がってなかった？何番物ね。これは違うね。あ、政務が上がるのね。おー、あ、しまった。じゃあ行かないと。じゃあね。で、売却。みかんね、14巻で売りましょう。で、購入ね。じゃあ何買うのと。そうだね。針は15巻でしょ。硫黄の方が化けるのか。はいはいと。で、ここの民家は、あ、スケさんだね。スケさんね、スケさんは、あれができないもんね。弟子にすることができないんでね。お、いいね。あ、ドートンだ。ドートンさんね、ドートンさん、まあまあ、ドートンさんは置いておいて、奈良に行きましょう。で、道場ね。で、柳生さん、あ、我が師匠、師匠にね、秘技を教えてくださいと。もうね、この人はね、もうとにかく軸にの、あ、やら、何？惜しいじゃないこれ。やっぱやりだしたね。あ、そうか、私もあれ持ってんだ。私もあれ持ってるから。でもあの人強そうだもんね。で、こんな辺かな。あ、来るわ。あー、そう来たか。もう簡単にはいかないのは分かってんだけどね。お、そっち来る？当たるのか。いや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 、また行きますよ。ほんとね、10回20回ぐらいやらないと。あ、来るわ。あら、来なかったけど。すごいな、このおっさん、ほんとに。あ、これやりすぎると、私のあれが下がるのか、名声が下がる可能性があるのか。おし、決まった。霞だ。お、勝ったわ。あっさり。あ、見事だ。出しながらアパレ一層で磨きがうわ。おーっと、何？あばら一寸。刀剣で攻撃可能な範囲の敵に攻撃された時に反撃する。おー。さ、お、6になった。名声が。着々と上がってきてますね。で、じゃあね、あ、職人宅に行かないと。できましたよ、と。寒風図描画。うん、もう一回制作依頼しましょうか。はい、どうぞ、と。はい。高いんだよね、結構ね、狩野栄徳さんね。
あ、ごめんなさい。奈良に来たんだったら民家あったよね。手合わせしましょう。さあ、火で何使いましょうと。まあまあ、傷薬だね。あ、傷薬使わなかったようです。どうも。ああ、これはあれだな。あ、鉄壁使ったのか。よいしょ。おお、接近だね。あ、終わった終わっちゃいました。やっぱ忍者は強いな。あ、今なんか言われたけどね、今なんか言われたんだけど。よいしょ。風邪薬を飲むと、あ、50しか上がんないんだね。さあ、じゃあ宿屋。いえいえと。あ、いたいた、さよさんね。いや、ようこそいらっしゃいました。どうぞごゆるりとなさってくださいませと。あ、さよさん、あれだね。あ、でもまだあれあげれないんだなんかあげたりするのできるんだよね。じゃあね、あ、じゃあちょっと松永さんね、このアクトドラもたまに拝んでおかないとね。あ、高山さんは弟子だね。 お師匠様ではございませんのか。じゃあ手合わせしましょうよと。いや、この至近距離か。ほいよほいよ。回復できるかなと思いましたが、そういうわけではなかったですね。内藤さん、あ、この人もキリシタンだね。お茶しましょう。あ、よ、かなりと。あ、よ、一応上がったね。手合わせ、お、いけますね。で、あ、はい、あ、ちょっと近いね。こんな感じかな。おっと。難しいね。はい、勝った。お、感服しましたよ。弟子になりました。さあ、お、旅の途中で毛利家にてこんな噂を聞きましたよ。毛利元親殿の次男、元春殿は吉川家、あ、与川っていうものかもしれないね。中国道に与川って、こういう字書いて与川っていうところありますもんね。三男、なんだろう、これは何影、案外竜慶だったけど、なことないわね。まあいいや。小早川家養子に出されましたが、長男の毛利、高本、あ、そう、高でいいのかな、元殿も含めて兄弟仲はあまりよろしくないようで。ああ、三本の矢か、これ。元近殿の筒の種だったとか。そこで元近殿は三人の息子より三本の矢を折るよう命じたそうです。三本の矢、一本ならばすぐ折れる矢も三本玉だと、いかなる怪力の武将もそう優しさとは折れませぬ。つまり、己の力だけを信じる兄弟三人の協力で、毛利家を支えていくよう諭したということで。あ、なるほど、毛利でもなかなか味なかったと。これ有名な話ですよね。ある日、毛利元近は三人の息子を引き裂く。またこれ同じこと言うの飛ばすよ、もう。はい。さあ、じゃあね、はい、行きましょう。おお、そうだけどのではないかと。じゃあね、お茶しましょうか。あ、あ、同じ、ちょ、よい、茶器、また茶器行ってきたね。ダメよ。さあ、じゃあ次はね、かっちゃんあたり行こっか。はい。ここはあれを使いたいところですね。ここまで来たら止血ね。はい、止血でちょうど上がりました。この感じかな。ほんとあれだね、敵が罵り使ってこないね。ということは、スケさんだいぶ頭悪かったっていうことだね。あ、でも太鼓さんの時もそうだったね。この宗益さんには全然罵りを使ってこないですね、敵もね。で、売却、あ、いいよ、30巻ね。で、こうね、針がいいかな。はい。で、宿屋。あ、これ、調味料とかびっくりした。これが花嫁候補かなって一瞬思っちゃったね。さあ、ありがとう。消化はまあいいとして。あ、あとあれだね。どこだっけ、あの、どっかの人が弱いって聞いてました。北の方だったよね、道場の、固有名詞ある人がね。ちょっと忘れちゃったけど、また行きましょう。
まあ、とにかく今は柳生先生はね、彼をもうコテンパンにして全部吸い上げないといけないんでね。さあ池田さん、はい、あ、いいよね。まあ手合わずに、さっき買っちゃんだな。あー、この人やだね。いや、おっと、どっちが早い？おお、いやでも霞の方が確実だね。よし、いけた。いや、私ちょっとやばいよこれ。じゃあね、薬で、よいしょ。おいっと、ね、やっぱ買っちゃんだな。あ、太田さんちょっと見てあげましょうか。あ、この人か。ちょっとハクションって言ってんで風邪薬でしょ、そんなもん。とてもよく効いた気がすると。ありがたやと。あ、太田さんもなってんね。あ、いただいた薬、そっかそっか、この人太田さんか。かっちゃん。かっちゃん。わ、かついよ、不在かと。偉そうに言えるようになったね、私もね。じゃあ、池田さんで行こっか。で、じゃあ、茶室の招待ね。さあ、行きますよ。じゃあ、その足で、一度奈良寄って、奈良で売っていきましょうか。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。せんちゃんで太鼓さん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。